東方明生、東前頭二枚目、鹿児島県大島郡瀬戸内町出身立浪部屋、西方隠岐の海、西前頭十二枚目、島根県隠岐郡隠岐の島町出身八角部屋、呼び出しは始業、行司は木村庄太郎であります。この取り組みは筑路を開く大林組から検証を変わります。小手投げで隠岐の海の勝ち。